Hi Leoha, welcome to my channel. We're gonna watch the guys be first in Morph 2 performance to performance grow up. The members also said it's good, a friendly episode. Only your Japanese 60 anniversary special webcam making an interview. Anyway, let's watch. If you guys want more about them, please comment down below. And let's go. Wow, Junon, he looks crazy good. Wow, Ryuki. Anato. Oh, he looks cute. Yeah, looking cute. Leo-san, hi. お願いします。お願いします。What? No way. Ooh. Okay. Okay. This looks sick. Oh my god. Wow, look at your hair color. Kita. Wow, where did this came from? Oh my god. Unliver and be first. はい。今回ユニリーバさんとのコラボに関しての感想をお聞かせいただきました。はい。どんな気持ちですか？そうですね。なんかこうシルエットを撮影したり、こう動きをメインに撮っていったので、すごくこうそれぞれの個性が出やすいんじゃないかなと。僕もまだ全員分は見れてないんですけど、こう個人の動きの特徴とかをね、あのじっくり見れるようなそういう撮影だったなって思います。はい。はい。まあ僕らのあのまあマナトもあの使ってるメーカーさんでもございますし、なんかそう自分たちにゆかりのあるあのそういう企業さんとご一緒にお仕事をして、あ、the cute interactions。光栄なことでもあるので、なんかすごく幸せな気持ちであるのと、なんか自分たちが本当にそれに似合うようなあのしっかりとしたね映像とかあのができれば嬉しいなというふうに思っています。ありがとうございます。続いて、涼樹さんとジュノンさんにお伺いさせていただきたいんですけど、うんのまた、まだまだですか？まだです。あ、まだですか？そんな喋りたくない。いつもそんな出しゃばらないじゃん。今日どうした？今日すごいね。喋りたいんだけど、もうちょっとだけ。もうちょっとだけ。ジュノンさんと涼樹さんなんですけど、今回グローアップあの楽曲使わせていただいてると思うんですけど、変わらないために変わっていくという歌詞とかもあると思うんですけど、レコーディングの時、ちょっと前になると思うんですけど、エピソードとか楽曲の印象をお聞かせいただけますでしょうか？いい曲だよね。いい曲。なんだろうね。トレンドな感じというか、そう。アップテンポだけど、こう曲自体はこう、スッと流れていく感覚が、まあ聴いてて気持ちいい曲になってますし。ヒットハウスっぽい曲もあり、そうだね。そういうジャンルが乗りやすいし。素敵な楽曲になっているので、それが今後こんな素晴らしい企業さんとタイアップができてすごく幸せだと思います。はい、はい、どうですか？いや、なんかもう閉めてくださいましたね。え、いや、閉めてないです。俺も開けてる、まだ閉めてないです。俺も開けてる、まだなんだろうな。でも楽曲の印象としてというか、この楽曲を僕たちがやること自体はUK ガラージがこう、まあ、世間で結構流行ってる状態で待ったので、なんか早いうちにやりたいなっていうのを話してたので、なんかこの曲があの段階でできたっていうことはすごく嬉しかったですし、なんかさっきおっしゃってましたけど、こう結構僕たちの楽曲最近すごいボースティングの楽曲が多かったので、そこでこうまあ意味はすごく深くて考えさせられる楽曲ですけど、まあ、少し柔らかい楽曲ができたっていうのはすごい嬉しかったなと思います。すごい。ありがとうございます。
藤さん来ました。あ、だ大丈夫です僕は。すいません、男です。答えたいです。あんたは。俺はバラエティやりたいんじゃないですか。いいから、いや、ちゃんとやろう。ほら、取れたから爪痕残しがいい。すいません、残り、バラエティじゃないんだ。ありがとうございます。すいません。お三方なんですけど、ソータさん、シュートさん、マナトさんにお伺いなんですけども、はいはい、最後に自分があの自分らしくあるために、メンバーの皆さんが例えばまあ個人として自分らしくあるためにやっていることとか、ちょっと気をつけていることとかがあればお聞かせください。誰から？自分のことですか？自分のことでもメンバーでも大丈夫です。うん、変わらないためにじゃあ、エオ君は俺だって、じゃあ自分っていいの？あ、じゃあ一人一人言わなくていい。他のメンバーのこと。ボケないと気にすまんの。じゃあ今だから。すごい。みんな BE:FIRSTとしてっていうことと、じゃあ総合的にするか。総合的な。変わらないというよりかは、まあそのよりいいクオリティだったり、これ以上のものを目指すっていう意味で、なんかすごいコンディションだったりとか、体のこう現状維持なども含めて、なんかジム行ったりとかはしてます。みんな。そういう体に気使う系は確かにやったりしてます。はい。なるほど。かあとなんかあとはメンバーの中の良さをまあ維持、うん、まあ維持っていう方あんま良くないです。まあうまくやるみたいな。うまくやるも絶対違う。え、絶対違う。違うなんか絶対違う。陽気以外は仲いいんですけど。はいはいはい。ごめん、もう多いじゃない。ほい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 。でも割となんかこうご飯に行くことはメンバーみんなで行くことはありますね。こう定期的にある感じありますね。絶対焼肉ですね。いや誰かしら行ってるよね、絶対仕事終わりで。確かに、なんか夜中とかに行くよね。確かに行ってる。夜中行くな。ありがとうございます。続いてメディアの皆さんにお配りする用のインタビューもさせていただければなと思うんですけども、ちょっと今回の撮影とかキャンペーンに関してまずお伺いしたいなと思うんですけども、はい、ジュノンさんにお伺いなんですが、はいはい、世界を目指す BE:FIRSTの皆さんですが、今回あの世界的なメーカーであるユニリーバさんの今回日本展開60周年を記念したキャンペーンということで、はい、これで皆さん起用させていただいたんですけど、助けてジュノン、お気持ちをお聞かせください。いやー、僕たちもこう世界を目指すって言ってる中で、こう世界的に長い間愛されてるユニリーバさんからたくさん学べることがあるんじゃないかなと思って、いろいろと知ってきたんです。知っていきたいです、これからも。どうやってこの愛されているのかなっていう、世界的に長い間愛されているのかなっていうのを、そう僕たちもこうこれから世界出ていく上で大事なことなので知っていきたいです。会社のね、今言いました。確かに会社のね、どうやって世界展開するか、マーケティングだったりとかね、そういうところも含めてね、いろんな部分もね、分野もね。はいはい。なんかこれはずっと流れてた。あ、そうですね。やっぱ自然に体とかって動いて。めっちゃ面白いのがずっとリップシンクしてました僕は。めっちゃ歌詞進んじゃって大丈夫かなって。無意識に。うわ。なんか音楽流れたら無意識に。うわ。うわ。Represent BE:FIRST。This is artist。アーリスト。アーリスト。リーやめた。リーや。This is artist。No. アーティスト。アーティスト。いやいやいや。はい。そんな感じです。ありがとうございます。インタビュー崩壊させようとしてる。本当に。ちょっと。確かに。ちょっと。集中しよう。ちょっと集中しなさい。本当に。じゃあ最近なんかさ、やっぱ面白いコンテンツばっかやってるから、ちょっとガシッと久しぶりで真剣なの。しっかりします。一回お願いします。よろしくお願いします。できるか。これ龍平さんと岡さん、はい、お伺いなんですけど、今回表情作りとかで気をつけたこととか心がけたこととかってありますか？そうですね、まあ表情作りだとこうなんて言うんだろうな、まあやっぱクールっていう感じで、どちらかといえばこう笑顔系はほとんど入れてないですね。なんて言うんだろうな、美しさよりと言いますか、こうクールの中でも結構見せ方というか、そういうのを意識して表情作りをやってったと思います。ありがとうございます。結構ブラックで皆さん、はい、衣装もチックな感じだと思うんですけど、はい、やっぱそういう感じの表情になるんですかね。そうですね、こう着たことのないこう形の服を僕は、うん、確かに今回初めて来て、すごい、すっごい首が、なんて言えばいいんでしょう、涼しいですね。撮影違うよ、違かったと思う。撮影中に汗かかないのが違うと思うけど、すごい良かったです。自然に動けるなって、はい、涼しい正解な。
以上です。ありがとうございます。今回のテーマ、グローアップ用セルフ、変わらない自分のために、変わり続ける自分のために、あと自分らしくあることなどがあると思うんですけど、うん、レオさんにお伺いなんですが、はい、レオさんが思う BE:FIRST らしさとは何ですか？そうですね、BE:FIRST らしさっていうのは、こうあまりこう誰かに憧れるっていうものだったりとかをしないっていうことが、やっぱ BE:FIRST らしいかなというか、こう常に自分たちの理想だったり、自分たちのやりたいものっていうものをこう叶えるために努力したりとか、することが BE:FIRST らしさだと思うので、そういうところが一番自分たちらしさが出てる、パフォーマンスも含めそうなんですけど、そういうところがに現れてるんじゃないかなというふうには個人的には思ってますね、はい、ありがとうございます。しゅんとさんお伺いなんですけども、はい、最近グループでも個人でも成長したなと感じる瞬間とかってありますか？でもライブのなんか応用力みたいなのがすごい成長したなって感じますね。確かに。なんかアクシデントもなんかやっぱある時もあるんですけど、なんかそういう時のこう曲感の詰め方とかすごいなんか対応力がぐんぐんと、うん、なるほど。なんかイヤモニが取れたりとかあったりとかね。あれに関しては別にただのアクシデント、アクシデント、とかもうコードが絡まっちゃったりとかで一回裏に行ったりする時とかもあったんですけど、なんかそういうところの対応力はすごい焦んなくなったよね。焦んなくなった、ね、なんか落ち着いてこう冷静にできるようにそうです、ね、より、うん、なったかなと思います、はい。最後の質問になるんですけど、マナトさんにお伺いです。ちょっとまた若干暮らしとかに私もなってしまうんですけど、サステナビリティでちょっと有名なユニリーバさんなんですけど、はい、環境に優しい暮らしとかで何か心がけてることとか心がけたいこととかって何かありますか？心がけていることは、スーパーで、ダブのボディーソープを買うときに詰め替えを買ってます。おわーじゃないね、ちゃんと切ってこう入れるやつ、それは素晴らしいことだよ。はい、買ってます。あなたもですか？僕もだ。もう3年間くらい、僕もです。ここなの、ちょ、俺ちなみになんか3年間くらい同じやつ使ってて、わかる、もうそろそろ買いたいな。下結構もうぬめぬめしてる、白いぬめぬめ、ぬめぬめ、そればっかりお前が水を飲んでる。ちゃんと洗いなさい。そんなに使ってるよって長いね。最近キャップ付きの詰め替えの方を使ってあるね、ある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 。あっちの方が詰め替え大容量で安いし、1.9 回だった気がする。で、さすがビリティはその環境大事にそれをやってるという、はい、まあ、やってます。素晴らしい、はい、ありがとうございます。じゃあインタビューはこれで以上となります。はい、ありがとうございます。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 いやーなーなーなーわざーれていくぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやじゃあこのままこちら見ろ、はい、お願いします。レッツゴーメン。写真写真写真。What was that, Sota? Oh my god. He's waiting for this moment, I guess. English is going to be by the end of the summer. Wait, wait, what? You didn't sign up for Open English? Hi. Let's go, man. Oh my god, that was nice and funny. Oh my god. When it ends, Sota. I'm done.You guys, not bad about the first, please comment down below guys and take care of yourself guys and bye bye.